こんにちは、エヴァとたけしです。今回は嫌われて喜ぶ心理とはというテーマでお話ししていきたいと思います。人間は完璧な存在ではありません。なのでどんな人でもわからないことがあるのは当然のことです。わからないことがあるのは恥ずかしいことではありません。私もわからないことがたくさんあります。電車の切符の買い方やバスの乗り方などはすぐに忘れてしまいます。なので毎回電車やバスを使うときは緊張します。バスの運転手にお金の払い方を聞くとムスッとされることがあります。そんなことも知らないのかよ、そんなの事前に勉強してこいよ、こっちは急いでいるんだからと言われているような気分になりますが、あまり気にしないようにしています。なぜなら知らないことは聞くしかないからです。わからないことがあるのは恥ずかしいことではない。知らないことは聞けばいい。知らないことを聞いたら冷たい態度を取られることがあるけど、気にしなくても大丈夫と思っていれば、不必要な知識を詰め込むことに貴重な生命時間を費やさずに済みます。わからないことをわからないと言ってバカにされたときは、人間は完璧な存在じゃないんだから、わからないことがあるのは当たり前でしょと思うようにしましょう。知らないことがあるのは恥ずかしいことだと思っていると、知らないのに知っているふりをするようになります。嘘をつくようになるということです。嘘をつけば信頼を失います。そして自分は嘘をついたと罪悪感が湧き上がってきます。知っているふりをするたびに自分は嘘つきだという感覚が強くなり、そんな自分のことを好きになれなくなっていきます。わからないことがあるのは恥ずかしいと思っていると、あれもこれもとまんべんなく知識を仕入れたくなります。すると、いろいろなことを浅く知っている、つまり特徴のない人間、魅力のない人間になってしまいます。特徴がなければ、人に覚えてもらえなくなります。人に気づかれなければ、好かれることはありません。それよりは、私はあまりものを知らないけど、これだけは詳しいんです、という人の方が、人に気づいてもらえます。あまりものを知らない自分をバカにされるかもしれないけど、一つのことに詳しい自分が好かれることもあります。私はこれが大好きなんです、というものに熱中することで、自分が輝き始めます。そして、その独特の雰囲気が人に何かしらの印象を与えます。ということで、知らないことがあるというのは、知っていることがあるということです。できないことがあって、できることがあるというのがあなたの個性です。あなたの個性を嫌いになる人もいれば好きになってくれる人もいます。何でも均一にできる人は人に気づいてもらえないので、嫌われることも好かれることもありません。自分のことを好きでも嫌いでもない人を100人集めても200人集めても虚しさを感じるだけです。自分を均一化せず、そのままの自分を持ち続けていれば10人中9人に嫌われるかもしれません。しかし、一人の人間には思いっきり好かれる可能性があります。嫌われる勇気を持ち、自分らしさを大事にすることで、本当に自分のことを気に入ってくれるマニアックな人を見つけに行きましょう。